宮内和樹美は、日本の自動車技術者、実業家。トヨタ自動車執行役員、トヨタコンパクトカーカンパニープレジデント、トヨタ自動車東日本代表取締役社長、日本自動車社大工業会会長、三重県出身。1980年名古屋工業大学機械、工学科卒業、トヨタ自動車工業入社、吉田森高副社長は同期入社。 2001年新車振興管理部部長。2003年、トヨタモーターマニファクチャリングノースアメリカ執行、2008年グローバル調達推進部部長。2009年乗務役員。2011年、トヨタモーターエンジニアリングマニファクチャリングノース、アメリカ執行副社長。同年トヨタモーターノースアメリカ上級副社長。2013年生産管理本部本部長。 2014年商品事業企画部統括。2015年専務役員。2016年からトヨタコンパクトカーカンパニープレジデントを務め、不採算部門であるコンパクトカーのコスト管理などに当たった。2019年トヨタ自動車執行役員。同年からトヨタ自動車東日本代表取締役社長も兼務し、生産体制の統合などに当たった。 日本自動車車体工業会副会長を経て2021年日本自動車車体工業会会長。ありがとうございます。